アスターがトヨタに引き続き、今度はソニーと提携っていうのを発表しましたので、まあ、これからの価格予想も含め、この動画で速報っていう形で解説していきたいと思います。皆さん、こんにちは。FX トレーダーの西条です。いつも動画をご視聴いただき、本当にありがとうございます。今回は冒頭でお伝えしたように、先ほどですね、トヨタの提携っていうか、まあ、トヨタはちょっとがっつり提携っていうわけではないんですけど、まあ、そのトヨタとは違って、今回ソニーとがっつり提携っていう形で、このアナウンスがありました。なんで、まあ、チャートが今ちょっと、反応してきてる感じかなと思うんですけど、まあ、トヨタほどやっぱ今のところまだ反応はしてないんですけども、まあ、これからですね、アスターの価格だったりとか、まあ、ついでに今、ビットコインが結構この12時間くらいでかなりもう、上がったり下がったりしているので、その説明っていうのをこの動画で解説していきたいと思います。まあ、なんで、仮想通貨今、注目している方だったり、アスターそれこそ注目してて買いましょうか迷ってる方とかは、ぜひですね、この動画見て理解を深めていただければと思います。で、動画の前になんですけども、私直通の LINE があったりとか、あとは、今ですね、約5500名ぐらいの方が入っておられる Discord っていうのを完全無料で私が運営していますので、まあ、すべて概要欄の方に貼ってありますので、まあ、LINE で何か聞きたいことがある方だったりとか、まあ、Discord 入って、ちょっといろんな人にいろんなこと聞きたいことがある方は、ぜひですね、お気軽にこちらの方登録して、まあ、LINE で私にメッセージ送るないし、Discord で何か、発言してみてください。はい、それではやっていきたいと思うんですけども、喋ってる間にもちょっとずつ価格は上がってきているんですが、とりあえず、このソニーとここ見ての通りなんですけども、ソニーとまあ提携しましたっていうのがこのニュースで書いてあります。で、本当にアスター自体が今ですね、国内で言っても NTT ドコモだったりとか、博報堂、あとは電通ですね。で、トヨタ、ソニーと来ているので、まあ、かなり国内の、まあ、電通と博報堂って言えば広告業みたいなイメージなんですけど、の日本のトップ2の企業になりますし、まあ、NTT ドコモも携帯会社にはなるんですけども、NTT ドコモは特に一番というかかなり大きい、額ですよね。確か6000億だったかな。ここ数年で6000億くらい、まあ、Web3 のプロジェクトに使うっていうのを言っていて、で、それが結局アスターと提携という形で、アスターとそういうプロジェクトをやっていくっていうような感じだったので、まあ、がっつり本当提携っていう感じにはなるんですけども、で、アスターは本当にもう、どんどんですね、まあ、今特に日本なんですけど、日本企業と、まあ、提携を、していっている状況になります。で、今回のが、渡辺壮太さん、アスターの創始者である渡辺壮太さんが、一応まあ、ビッグファンダが3つあるって言ってて、で、この前のトヨタがまず1個目、で、2つ目が、今回のこのソニーですね。で、あと3つ目っていうのがあと1個残ってるので、まあそれを考えると、まだ、まあ仮想通貨市場自体はちょっとどうなるかわからないんですが、アスターで見た場合っていうのは、まあ現物で買っておくのは全然ありだと思います。まあ私もちょっとですね、昨日とかにちょっともうほんと数千ドル、2000ドル分ぐらいなんですけど、買い増ししていったりとかはしてるんですけども、まあもうちょっと仮に押してきたら、まああとまあ5、6000ドルとかまあ下手したら1万ドルぐらい買いましょうかなとは思っているんですが、まあ今現状でもすでに100万枚持ってるので、今の価格で言うとまあ1200万分ぐらいかなは思ってる状態にはなるんですが、もうちょっと買いましょうかなとは本当思ってます。で、ちょっと話が逸れたんですが、で、チャートの動き的にはですね、アスターここもう2、3週間でも価格3倍になってるんですよね。実はっていうか、まあ結構知ってる人多いと思うんですけど、まあ直近のなんで、まあビットコインとかイーサリアムとかに比べるとかなり上がってる通貨にはなります。まあ、この動き見てもあっても、まあ価格がずっと低迷してたので、結構ですね、そこら辺で、まあ、心配してた方もおられると思うんですが、まあ、本当にここ2、3週間でそのニュースがあってからですね、これだけやっぱ上がってるっていうことは、今まで結構無風だったんですよね、アスターの何か大きなニュースがあった時っていうのも。ただ、まあ、やっぱり今これだけ地盤も固まってきてますし、それこそ、まあ、市場もちょっと追い風ムードにはなってる。まあ、利上げ、利下げっていう話もあるんですけど、まあ、追い風ムードになってきてるってところで、結構このニュースが流れると一気に上がりやすい状態には、なってます。ただ、今、まだアスター自体は国内の資金だけなんですよね、ほぼ。で、まあ、日本人の方が買ってて、アスターが今上がっていってるっていうような感じになるんですけども、まあ、ただ、渡辺壮太さん自体も、まあ、とりあえずまだフェーズ1の段階で、まあ、とりあえず、このアジア圏とか、特に日本とかで、どんどんこの、旅行
のつながりを広げていって、でそこから海外に行くっていうような感じに行ってるので、今はまあ本当とりあえず日本の旅行を広げていくっていう段階なんで、まあその辺はまだ全然大丈夫なんで、明日は本当長期で見てればいいかなと思います。まあこ本当もまあ1ヶ月とか2ヶ月とかで見るんじゃなくても、本当1年2年3年とかのスパンで見ておけば本当いいかなと思います。そうは言っても短期の動きですよね、がまあどうなるかっていう話なんですけど、一旦ちょっとまあ、アスタ押してきたとしても、一旦このラインですよね。ここの 0.0852 ぐらいのとこかな。なんで日本円で言うと 10. 何円ぐらいになると思うんですけど、ぐらいが、まあ、ちょっとは効いてくるレジスタンスラインになってくるかなと思います。で、まあメインはやっぱりアスタっていうよりかはビットコイン動き次第っていうのはあるので、ちょっとビットコインのチャートを映すんですが、はい、まあ、4時間足で見るとかなりもう本当丸坊主陰線と言ってもいいぐらい、まあ、一応上髭と下髭はあるんですけどもって言ってもいいぐらいにすごい綺麗な段陰線がまあ確定して、そっからですね一応今は一応下髭つけた、陽線になってきてるっていうような感じにはなります。でビットコイン自体が明日から土日入っちゃうので、結構土日って大体は売られてちょっと下がってっていうのが結構セオリー的にはそのパターンが多いんですけども、一応まあ売られたところもかなり分かりやすくて、私ちょっとショートで入れなかったんですが、ここの 25,250 ドルがまあ直近というかまあ昨日だったかな、うん、まあここの時間帯ですね、まあ深夜1時ぐらい、まあなんで日付的には今日かな、のどっかだと思うんですが、のつけた 25,250 ドルっていうのがまあ直近の戻り高値の一番上のところだったんですよね。戻り高値の一番上っていうか、まあ、戻り高値ですね。ちょっと冷やし単位で見ると、はい、ここですね、FTX のショックだったか、ちょっと時期的には覚えてないんですが、とにかく、ここで、まあ、こうガーンと落ちてきて、そこから、こんな感じで、ちょっとずつ上がっていって、で、ここの一番上のラインだったところですね、ここ。ここが、まあ、直近で言うと一番の戻り高値になってくるんですけど、こう戻っていくと、ここが、ちょっとアップするんですけど、ここのライン、ここのラインの高値が25,211 ドルなんで、ここが25,250ドルだったので、まあ、ほぼほんとピンポイントで、ここの戻り高値で効いてきたという感じになります。なんで、ま、かなりほんと分かりやすい売りラインだったんですが、まあ、私はちょっと入れなかったので、ちょっとそこは、かなり反省ですね。はい。で、ここからですね、このイメージいったらもう本当にここ今引いてるんですが、このボックスですねって思ってまあ見てもいいかなと思います。ちょっとこれもうちょっと小ゆっくすると、はい、これですね、ここの25,000、それこそ 25,200 ドル付近からまあ 18,000 ドルくらいの今は、ボックスで動いてる、というかまあ大きなレンジで動いてるっていうような、まあ、イメージで見てればかなり分かりやすいかなと思います。でこの 25,000 仮に250ドルを抜けれて いれば、まあ、ここのラインですよね、ここのライン、はい、ここがほぼ一緒ぐらいの拡大なんですが、 26,560 ドルぐらいなんで、まあ、1000あと 4,500 ドルぐらいは上げる余地があったんですけど、まあ残念ながらさっき言ったように、まあ、ここの戻り高値のところで落とされてはきたんですが、でここ超えた場合っていうのが今度 28,000 ドルくらいまで走れたので、落とされたところはちょっと残念だったかなと思います。はい。でまあなんで直近の短期で見たらやっぱりちょっと足が良くないので、日足もしかももう9時で確定はしたんですが、上髭つけての段陰線になってくるので、日足で見てもこのロースカシで見てもかなり悪いロースカシになってます。なんでまあ結構でここから土日入るので、うん、まあもう一段とか最悪 22,300 ドルぐらいですよね、ぐらいまでやっぱ落ちてきてもおかしくはないかなと思います。はい。であとちょっとこれは全然関係ない話というか別件にはなるんですが、この前ちょっとディスコードでも軽く皆さんにはお伝えしたんですが、今これチャートでエリオット波動が今出てると思うんですけど、こことか冷やしちゃった 1,2,3,4,5 で推進波の5波出てて、調整波の ABC って出てると思うんですけど、これ全部インジケーターで出してて、でしかもこれ全部勝手に自動で読み取ってくれて出してくれてます。なんでまあ私がこれ別に自分で手で書いたわけじゃないんですけど、うん、でまあこれが正しいとかっていうわけでは絶対に合ってるっていうか、まあ例えば今の現状で言うと、これが本当にこの冷やしたいの 1,2,3 波で、ここが今4波になってて5波になってるかっていうのは、
まあ後から見ないとわからないんですが、まあただ今のこの現行的にはまあかなり合ってるんですが、まあこれかなり便利なインジケーターだとまあ個人的には思ってます。で、目視で気づけなかったところとかを、例えばこの一波だけでも分かるとちょっと違う方向で見れたりとかもするのでかなり便利なんですけど、これがちょっと軽くこの動画でまた紹介させてもらうんですが、インジケーターのこれですね、ちょっとこれ一応編集でできればアップしておきたいと思うんですけど、エリオットウェーブチャートパターンっていう、ものになります。まあ相馬の名前のインジケーターなんですけど、これ入れると、まあどの足でも勝手にですね、例えば15分とかにしても、はい、勝手に読み取ってこうやってインジケーターでやってくれてます。なんで今で15分足で見ると、まあこれが合ってるのであれば、今が、まあ4波が終わって次5波に向けて動いている、状態ですよっていうのが書いてあります。で、まあ、これの便利なところが、これだけじゃなくて、さっきちょっとチラッと出てて言わせたんですけど、まあ冷やしてみた場合、例えば、ここの前回っていうか、まあさっきの、今日の高値ですよね。高値が、まあ仮にこれ5波だった場合は、まあ推進波で 0.618 のラインだったりとか、0.5 のラインっていうのを、価格帯のラインっていうのを、まあこの点線で一応は、まあ教えてくれてるというかものになるので、なんで自分でフィボナッチを引く必要がないんですよね、こうやって。はい、ですよね。なんで今これぴったり合ってると思うんですけど、なんでまあ結構便利なので、まあ気になる方はこのさっき言ったこのエリオットウェーブチャートパターンっていうのを入れてみてください。はい、じゃあちょっとこんな感じで、まあ本当アスタの速報っていう形で動画撮ったので、またビットコインとかイーサリアムとかのチャート解説の詳しいのはまたまあ今日の夜とか気が向けばだったりとか、まあ明日とか明後日で撮っていきたいかなとは思います。で、動画の冒頭で触れたように、今私の直通の LINE があったりとか Discord があったりするので、まあどちらも完全無料になるので、何か LINE とかで聞きたいことがあるって方はぜひですね、そちらの方で聞いてみてください。またこの動画見て分かりやすいと思われた方はぜひですね、今後の励みにもなりますので、チャンネル登録だったり高評価、またコメントとかいただけると非常にありがたいかなと思います。それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。